のクローン、第1打席でセンターへのヒット、サード高橋周平。いやー、辰巳さん、ビッグプレーがまた出ました。ビッグプレーですね。まあ、今年はね、高橋周平のそのバッティングもそうなんですけどもね、はい、ぜひ守備に注目していただきたいんですよね。はい、まあ、今はあのライナーを取ったわけですけども、そして松山、そのスライダーなんとか対応していってサードベースを踏んで一塁は、あっとダブルプレーになりました。引っ張った、よく取りました。ランナースタート、西川三遊間、サードの高橋周平バウンド送球、一塁はアウトにしました。下がって取りました、ワンバウンドスロー。やっぱりなんか日本シリーズ慣れしてるというか、勝ち方知ってますもんね。サードよく取った、飛びついて高橋周平、ナイスプレー、ナイスプレーです。流れで言ったら山本選手の、ね、ヒットになるところなんですけど、なっていうところなんですよね。荒木の当たり、高橋がボールを取る、バウンド送球、弱い当たり、面白いところ、サード出てくる高橋周平、ランニングスロー、間に合いました、アウト。すごい持ってるなっていうのは、はい、これも素晴らしいライナーでしたが、高橋周平がライナーで掴んでいます。三塁線、難しい打球、踏ん張って高橋周平、一塁はどうか、アウトです。強い打球、よく抑えた高橋周平、ワンアウトです。ストレートも見逃して、そしてその後の変化球も見逃してというところで、サード横飛び、よく取った。若い選手が少しずつチャンスをものにしてますから、そういったところでこう出場機会を得てますよね。はい、ここは高橋周平、さすがの守備を見せてワンアウト。引っ張りました、三遊間、今日4本目か。いや、ここはどうでしょうか、このワンバウンド送球、高橋ファインプレー。これはナイススローイングですね。ですね、はい、あの体勢からよくワンバウンドスローですけど、はい、ストライクがね、投げれます。新の楠本、うまく合わせた、三塁線、高橋が取って、難しい体勢から一塁アウト。の岡本、痛烈な当たりを横飛び、サード高橋周平、一塁ワンバウンド送球はアウトにしました。ストレート引っ掛けてサードゴロ、前に来る高橋、ランニングスロー、サードの右、強烈なゴロ、インコース引っ張った、サード高橋よく取った、二塁送ってアウト、一塁転送、一塁はセーフになりました。のバッターボックスです。引っ張りましたが、サード高橋取った、フェア、セカンド、フォーサード、ファーストへ、先制のタイムリーツーベースを打っていますが、これもいい当たり、しかし取る、サード高橋平、二塁に送ってフォーサード、一塁へダブルプレー。これはすごいですよ、そのプレーです、その当たりです。寝たままです、倒れたままですからね、放るのは、もうマシンでボール捕まえてますから、はい、これは一つまた大きなプレーです。強烈な当たりだったですよね。